木持っていくタイプ、はい、このチャンネルは保護猫の魅力を発信し里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は初めてのハンドメイドのおもちゃでまったり遊ぶということで、またね今回も猫兄さんお手製のおもちゃ使ってみますよ。こちらのお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある森の猫屋さんです。でこの日初めてねこのハンドメイドのおもちゃを持っていたんですけれども、子猫ちゃんたちはねやっぱり遊んでくれますよね。おっと、もみじちゃんですね。今ニュッと出てきたのが、もみじちゃんはねこのおもちゃ気に入ってくれたようですよ。で上にいてるのがクリボーくんですね。クリボーくんも猫パンチパンチやって可愛いですよね。でこの日行ったのが、3時か4時ぐらいだったので、ちょっとねもう みんなあの遊び疲れて休憩をしている状況だったんですけれども、でもみじちゃんどっか持っていこうとして、多分ねバックヤードの方に持っていこうとしてるんじゃないかなと思うので、さすがにそこには持っていかれないようにはしてみました。で、返してって言ったらすぐ返してくれましたよ。で他の子にちょっと行ってみたいと思います。って言ったらね、もみじちゃんがまた来てくれたんですよね。かわいいですよね。でこうして見るとあの黒猫ちゃん風鈴兄弟なんですけれどもね、やっぱちょっと大きいですよね風鈴兄弟の方が。で、風鈴兄弟は実はエントリーが決まったようですよ。でですね、このもみじちゃんと下にいてるのはカエデちゃんだと思うんですけども、この2匹もね、エントリーが決まったようですよ。ですのでね、あの、森の猫屋さんも、どんどんね、里親さんが決まりそうな予感がありまして、ね、いいですよね。まあ、こんだけ可愛いので、どの子もすぐ決まりそうですよね。スタッフ猫に最近になった銀次郎くんもいますね。銀次郎くん可愛いですけども、おもちゃには反応してくれなかったです。あら、長毛さんもね、遊んでくれてますね。激しくおもちゃに反応してる姿も可愛いんですけれども、こういうね、まったりした感じも、なんか、こう、ほのぼのした感じですごいいいですよね。可愛い。癒されますよね。この子、クリボーくんですよ。クリボーくんがまだ決まってないんですけれども、まあこの子もねすごくねいっぱい遊んでくれますしね、穏やかな子なんですぐに決まるかなと思うんですけれども、クリボーくんはカエデちゃんとモミジちゃんと兄弟なんですけれども、なんか男の子ということでねちょっとだけ体大きいですよね。ね、かわいいなこのちょいちょい手を出す仕草っていうのいいですよね。もみじちゃんが一瞬猫パンチされそうになりましたね。すごい穏やかですよね。なんかここにいてる子たちね、こうまったりした空間いいですね。ほんと癒されますよ。この子はリンくんかな、おそらく。結構なでなでさせてくれるでしょう。クリボーくんもねいい子なんですよね。結構子猫ちゃんって遊びに夢中の時ってなでさせてくれないこともあるんですけれどもね、とてもいい子。かわいい。でも表情見えないですね。ちょっと切れてましたね。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただければ、多くの人に届きやすくなり、里親様を探す力となりますので、よろしければお願いします。